運転代行で使用される車両の例、トヨタコンフォート運転代行業、または運転代行とは、飲酒や病気、観光などの理由で自動車を代わりに運転して、自動車を目的地に送るサービス。代行運転とも呼ばれている。1963年に、富山県にある株式会社日保資が日本で初めてこのサービスを行ったと言われている。1980年頃に、 道路交通法の改正で飲酒運転の取り締まりと罰則が厳しくなったことで注目された。特に公共交通機関が発達していないため自家用車で移動することが多い郊外や地方で普及している。従来は法規制が全くなく参入障壁が少ないことでこのサービスを行っている業者が多かったが2002年6月飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた。 道路交通法改正と合わせ、自動車運転台工業の業務の適正化に関する法律が施行され、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができなくなった。暴力団関係者や、いわゆる白タク行為で摘発されたものは認可されない。また、法律施行から2年が経過した2004年度9月1日からは、顧客車を運転するためには、 タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務付けられた。2000年代に入ると危険運転致死傷罪と自動車、運転過失致死傷罪の新設により飲酒運転に対する罰則がより厳しくなったことから、都市部においては新規開業や業務拡大などの動きが近年目立っている。運転代行を行う場合、申請を所轄の警察署にする。申請書などは、 警察署に置いてある。なお、運転代行を起業する場合、オーナーは西免許がなくとも申請は可能である。業務は二人一組で車一台を用いて行われる。まず、飲酒や体調の不調などの理由で自動車が運転できなくなったものから依頼を受け、待ち合わせ場所に二人で随伴車で向かう。そこで顧客車を預かる。二人のうちの一人は顧客車を運転し、 顧客も顧客車に乗せて目的地まで移動する。もう一人は随伴車で目的地まで随行する。目的地に着いたら顧客に車を返し料金を受け取る。大抵の場合は距離のみで料金が算出される。タクシーのような料金メーターを随伴車に搭載している会社もあるが、客車のトリップメーターで走行距離を測り料金を算出する場合もある。 料金については統一されたものはなく、各代行会社が自治体に届け出るシステムとなっており、原則的には料金の設定は自由である。なので、代行会社によって料金は相違する。そして、二人で随伴者で次の依頼場所に移動するか、もしくは営業所に戻る場合もある。なお、駐車場まで随伴自動車に顧客を乗せることは、法律で禁止されている。この理由として、 いわゆる白ク扱いになるからと言われている。しかし、その駐車場まで顧客を乗せる間は、料金がかからないのであれば、白クとならないのではないかとの意見もある。この件について、警視庁の運転代行担当者に聞いたところ、運転代行の随伴者は、タクシーと違い車種を問わない。そもそも顧客を乗せて運行することを前提にしていない。ため、毎日の整備や、 安全のための装置など義務付けけられていない。なのでたとえ料金が無料であっても、業務として顧客を乗せる行為は違法であるとの回答であった。タクシー会社が行う代行サービスの場合は、随伴者の代わりにタクシーに二人乗車で向かい、目的地までは顧客はタクシーに乗せ、顧客者に運転者が一人で乗車して向かう。料金は通常のタクシー料金に代行サービス分の料金が、 加算される。代行サービス料自体は代行専門業者よりも割安だが、基本がタクシー料金であるために、総額では割高となる傾向が強い。代行業者の随反者には、公安委員会認定第5代行随反用、自動車の文字を車両の側面に入れることが法律で義務付けられている。これは車に文字をペイントするかもしくは簡単に剥がす。 ことができないステッカーとされており、マグネット式の簡単に剥がすことができるものは禁止されている。また、代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられている。しかし、近年は、車が鉄製ではないものが増えてきており、代行マークを物理的につけることができないことが多く、この法律自体は形外化している感もある。 随伴者についている暗読は義務化されていない。ありがとうございます。